今回の学びのテーマはですね、いかに神様がすごいお方であられるか、それを皆さんとご一緒にですね聖書の中から見ていきたいと思います。まず最初にですね、新明期の33章の27節をですね、開いていただいて、次のように書いてありますね。「とこしえにいます神はあなたの住みかであり、下には永遠の腕がある。 この神明記を書いたのはモーセという人なんですけれどもここに一つの概念が投げかけられていましたね。それが「とこしえにいます神」という表現だったりまた「永遠の腕」というこの表現ですね。神なるお方の概念としてモーセは「とこしえ」とか「永遠」これはまあ同じような意味ですよね。めががなななくそそして終わりがないまあそのような 時間を超越したお方だというねまあそういう認識をモーセが持っていたのが分かりますねえさらにマラキ書の3章の6節ですねえここには次のように書いてあるんですね「主なる私は変わることがない」神様はご自分のことをですね私は決して変わらないというえご自分のご性質をですね変わることがないと宣言された まあそういうい部分も聖書に見ることができるんですねですので、えー、この神なる存在がですね、えー、永遠に変わることがないお方であることをですね、まあ、今から皆さんとご一緒にですね聖書の中で確認しながらですね学実はあの「詩篇という場所が旧約聖書の中にありまして、えーまあ、大部分をダビデという人が書いてるんですけども、まあ、その中でもですね「モーセの祈り」と言われている部分がありまして。 え詩編の90編なんですけどもえ90編の2節をちょっとご覧になられてですねまあ次のように書いてあるんですけども「山がまだ生まれずあなたがまだ地と世界とを作られなかった時常しえから常しえまであなたは神でいらせられる」ここにも先ほどのモーセのこの理解が出てるんですけどもあなたがまだ地と世界とを作られなかった時まあつまり 天地万物の創造以前からあなたはとこしえからとこしえまでまあ神でいらっしゃいましたというねまあそういう概念がこの申しの中にあったわけですねさらに同じく90編の四編90編の四節ここにもこのように書いてありますあなたの目の前には千年も過ぎ去れば昨日のごとく夜の間のひとときのようですえここにも モーセのこの神に対する理解としてですねえまあ神なる存在は千年というこの時の流れもまるで昨日の出来事のようだっていうんですねえつまり千年もまるで昨日のまあ一日ぐらいの感覚でしょうね昨日の出来事っていうのは千年を一日ぐらいの感覚で過ごされるお方ってどれだけこの永遠のお方かっていうことですよね。 時間の概念がなく、まあ、そういうものを超越した方であると。まあ、これが、モーセの神に対する永遠性の認識であったということになりますね。えー、モーセはどこからこのような概念を得たんでしょうか、えー。一つ心当たりがあるんですね。出エジプト記のですね、3章の14節をちょっと開いていただいてですね、えー、ここには次のように書いてあるんですね。神はモーセに言われた。私は ああってあるものまた言われた。イスラエルの人々にこう言いなさい。私はあるという方が私をあなた方のところへ使わされましたと。えここにシナイ山の上でこれ、モーセがまあ神と出会ったところですけども、まあ、神がそこで自己紹介をされたんですね。えそしてその時の神の言葉ですけども私はあって であるもののというこの表現非常に難しい表現ですね。日本語で考えたらね。私はあるようにあるもの。これでもちょっとピンとこないですかね。えー、もう少しこの分かりやすく考えたときに私は初めから存在し、そして今存在し、そしてこれからも存在するものである。まあ、そのようなご自分の永遠性を、まあ、この あってあるものという言葉の中に込められたのではないかと思いますね。えー、さらにですね、出エジプト記の六章の二節と三節ですね、えー、次のように書いてあるんです。神はモーセに言われた。私は主である。私はアブラハム、イサク、ヤコブには全能の神として現れたが、主という名では自分を彼らに知らせなかった。 えここで一言、私は主であるという、まあ、そういう自己紹介をされてるんですけども、まあ、主という表現を私たちも神様に対して用いることがありますよね。えー、どちらかというと、私たちは自分たちのことをしもべという言い方をしたりしますし、そして、えー、神のことを、まあ、主人、まあ、主というお方であるとね、まあ、そういう認識を持って表現するんですけども、実は先ほど、私は主であると、 まあ表現されたあのヘブライ語を見ますと、主という言葉には他の言葉が入ってたんですね。えー、それはジェホバという言葉、まあ、あのエホバという言葉ね、私たち耳にしたことがあるかと思いますけども、えー、神様はご自分を紹介するときに、エホバという名称でご紹介されたわけですね。えー、他にちょっとその例があるので見ていきたいんですけども、詩編の 83ペの18節ですね、えー。ここに次のように書いてあります。お読みいたします。主という名をお持ちになるあなたのみ、全知を白示す意図高きものであることを彼らに知らせてください。えー、ここにも、主という名というふうに書いてありますけども、まあ、主という、まあ、私たちは神のま代名詞のような漢字で用いてますけども、これが、 なととと書いいてあるのはちょっとピンとこないんですよねしかしこの「主というところに実は「エホバ」が入るんですそうするとエホバという名というふうになりますねエホバという名をお持ちのあなた様っていうねですので私たちがこの「エホバ」という名前を頭に思い浮かべる時に一つ先ほどのあってあるもの永遠の存在とこしえの神 まあそのような意味をこのエホバという名前にですね神は込められていたのではないかと思うんですねそして最近の割と新しい聖書の役の中にですねモファット役というのがありましてこのモファット役はなるべく私たちがこの現代の認識で理解できるように分かりやすくするというテーマでこの翻訳をし直した役なんですねそこでもそのエホバというところに 永遠なるものという表現でですですのでまあ,あのエホバもしくはこの「永遠の神」というのはですね同じような意味があるのではないかと思いますね。さらに黙示録の1章の4節から6節とか黙示録の4章の8節とかですねまあそういうところにこの「永遠なる神」に対しての表現として「昔いまし」「今いまし」とかね えーまあ、その逆で「今今し」「昔今し」と書いてあったりですね、えー、そのようにしてこれは聖書全体を通して神なる存在が永遠の方であるというね、まあ、そういう概念がやはり投げかけられているわけですよねさらに、まあ、世の中にはたくさんの宗教がありまして、まあ、それだけ神という存在をみんな信じているわけですねしかし、まあ、その中で明らかに区別されるとすればこの「 永遠なる神だけではないかと思うんですねまあ、そういうことがえイザヤ書の43章の10節に書いてありますえここをちょっとお読みいたします主は言われるあなた方は我が証人私が選んだしもべであるそれゆえあなた方は知って私を信じ私が主であることを悟ることができる私より前に作られた神はなく私より後にもない つまり神はご自分を他の神々、まあ、偶像の神々を含めてね、えー、永遠なるお方と、まあ、無限のお方とそうではない有限なる物質とそれをこう分けて明らかに区別しておられるわけですね。えー、もう一つ、えー、詩編の93ペの1節と2節ですねここにこう書いてあります。主は王となり 移行の衣をまとわれます。主は衣をまとい力を持って帯とされます。まことに世界は固く立って動かされることはありません。あなたの位は古より硬く立ち、あなたはとこしえよりいらせられます。えー、このように聖書の中にはこの神なる存在をねえ、とこしえの神永遠の神として表現しているということですね。 まず神様のすごいところは、まあ、そのような全く無限なる時間を超越したお方であられるということではないかと思いますね。